島津の軒口はなぜ起きた。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は、島津の軒口が起きた理由について紹介していこうと思います。関ヶ原の戦いは、その後の日本の歴史の土台となった戦いと言っても過言ではありません。この戦いの後の領土配置がほぼ基本となり、秀忠、家光の時代を経て幕末、さらには現代へと向かうことになります。そんな関ヶ原の戦いは様々なエピソードがあるので、歴史マニアにとっても大きなテーマですが、多くの人が好きな話の一つが島津の軒口ではないでしょうか。わずかな手勢で東軍本体めがけた中央突破、まるでアニメや映画のような話を現実で行い、島津義弘は無事に薩摩まで逃れることができたのです。そんな島津の軒口ですが、果たしてなぜ起きたのか、その点を検証してみましょう。島津家と関ヶ原の戦い、そもそも島津家がなぜ西軍に組みしたのか、島津義弘は会津征伐に動いた徳川家康から伏見城への援軍要請を受けたものの、伏見城を守っていた鳥居元忠が島津義弘の入城を拒否、すでに三成方に取り囲まれているような状況であったことから、義弘としても成り行きで三成方に参加することになった。これが一般的な説です。三成に味方したかったというよりも、鳥居元忠に拒否されたことで現実的に三成方に回る選択肢しかなかったというものです。しかしその後に出されている書状からは、義弘が積極的に三成方として動いていることも確認されています。伏見城襲撃に参加したから覚悟を決めたのか、あるいはどちらに組みすることになっても武士として全力を尽くすという覚悟なのかは定かではありませんが、いずれにせよいやいや動いているといった雰囲気ではありません。島津家の内情。関ヶ原の戦いの前に、当時の島津家の内情を理解しておく必要があります。実は関ヶ原の戦いの前、秀吉の死後に島津家の家中は揉めていました。義弘の息子である忠常が家老の伊集院忠宗を殺害すると、忠宗の息子である忠真が反乱を起こすなど、お家騒動が起きました。当時の島津家は反秀吉的な態度であった兄義久、そして軒口の主役となった当主義弘、さらには義弘の息子である忠常の三派が分裂しているような状態だったとされています。これは立地の問題もあったようです。義弘は豊臣への奉公として大阪京にいましたが、義久は本国薩摩にいました。そこでの意識の違いが現れたのかもしれませんが、本国を離れていた義弘は島津家の軍を動かす決定権がなかったことから、関ヶ原の戦いが起きた際に本国に兵の動員要請を行っても、実際に動いたのはわずかな兵。関ヶ原本戦で島津家の動員兵力が石高に対して圧倒的に少ないのはそのためで、結局は義弘に付き従っていたもの、義弘の要請に応えたごくわずかな家臣たちのみで関ヶ原の戦いに参陣する形となったのです。軽んじられてやる気をなくした。結果島津家は大大名ではあったものの、手勢は1000程度。そのため石田三成に軽んじられたとか、夜襲を提案したものの無下にされたことで、義弘が次第に戦意を失っていったとする説があります。しかしこれは史実ではなく創作の可能性が高い話です。これらの話は一次資料からは確認できず、二次的編纂物のみでしか見られないもの。このような話ができた背景は様々で、石田三成がいかに悪人だったかを演出するためともされています。西軍がちぐはぐだったのも石田三成がおかしかったからで、
そんな石田三成を討伐した関ヶ原の戦いは悪いものではない。勝者がこのような認識を醸成したかった狙いがあると考えられていますが、いずれにせよ一次資料ではこれらに関しての記述が確認されていません。関ヶ原本戦での流れ。関ヶ原の戦い本戦では、義弘はわずかな手勢の中で防戦に専念していたとされています。これは先に挙げたやる気がなかったに直結してしまう部分ですが、実際にはやる気がなかったから動かなかったのではなく、わずかな手勢でできることは限られているので防戦していたとする説もあれば、関ヶ原本戦の時には3000程度はいたのでモチベーションが低かったのではないかとする説もあります。いずれにせよ、果敢に相手の陣になだれ込むのではなく、攻めてきた相手を蹴散らす防戦に専念。しかし西軍が総崩れとなると退路を塞がれるような形となってしまったことから、一時は切腹を覚悟したものの、家臣の説得を受けて離脱を決意したとのこと。ちなみに離脱する際には、夏か正家と家康の陣に撤退の挨拶を行っています。これは媚びを売るとかではなく、単純に礼儀であって決して忖度しろという意味合いのものではないようです。そしてここから島津の軒口と呼ばれる中央突破が始まります。なぜ中央突破なのか。自陣を壊滅させた敵軍に向かって中央突破をして退却する、まさに前代未聞ですが、戦上手の義弘が最も逃げ延びる可能性を感じた脱出の方法だったのではないかとする説や、中央突破したかったのではなく、とにかく街道筋を目指しただけで、それがたまたま敵の真正面だったとする説など、そのルート選択には様々な説があります。しかし一つの現実として、本来退却とは後ろに逃げるものですが、すでに西軍が壊滅していることから退却する方向、つまりは陣の後ろにもまた東軍がいたのです。つまりもはや四方を敵に囲まれている状況である点を踏まえると、どこが正面でどこが後ろなのかなど関係ない状態だったと考えることもできます。ましてやとにかく逃げるのであれば、街道筋を目指さなければなりません。なぜなら義弘が逃げ帰るのは近隣の領土ではないのです。薩摩です。とにかく薩摩まで帰らなければならないのです。戦場から離脱し、かつ遠い薩摩まで逃げるための最適解を、四方を敵軍に囲まれた中で考えなければならなかったのです。一説として、生きて帰って島津の武名をアピールするためにあえて中央突破し、島津ここにありだとアピールしたとの説もあります。もちろんこれも一次資料で確認されていることではありませんが、聡明な義弘がここまで考えていた可能性もゼロとは言い切れません。それでも300と言われた手勢による中央突破の結果、80数名が薩摩まで帰還しました。薩摩に帰った結果は、島津の軒口は参戦した武将たちにとって大きな話題となったようですが、ではその後の徳川家康との外交戦略に何らかの影響を与えたのかといえば、やはり義弘が生きて帰ったという点が大きいでしょう。なぜなら義弘とすれば、鳥居元忠に伏見入城を断られたから三成方についたとの言い訳が成り立ちます。仮に義弘が関ヶ原で討ち死にしていたら、これを証明できる人間がいません。鳥居元忠としても覚悟を持っていたことでしょう。しかしその覚悟が徳川の過失となってしまったのも事実。それもそのはず、家康が援軍を要請したのに家臣に断られたのです。これでは家康とて大きなことは言いにくいでしょう。もちろんこれだけではなく、貿易船が沈められたりしたほか、のらりくらりの外交交渉にて
本領安堵を獲得しました。まとめ、もしもですが、義弘がここで討ち死にしていたら、島津家としても本領安堵を手にすることができなかったかもしれません。だとすれば、幕末もまた変わったものになっていたかもしれません。それを考えると、島津の軒口はただ単に信じられない退却劇ではなく、その後の日本の歴史を占う意味でも大きな出来事だったと言っても過言ではないは言い過ぎでしょうか。いずれにせよ、これによって島津は本領安堵し、幕末まで続いていくことになります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。